皆さん、プリベット、こんにちは。ナシタです。今日はね、すごくいい天気ですよ。こんなに暖かいと思わなかったんですよ、今日は。でも明日からなんかもうまた涼しくなるらしいんですね。でも今日のテーマは違います。今日は金津区のもう一つの綺麗な観光スポットを紹介したいと思います。で、それは後ろに見えるんですけど、綺麗ですよね。あれは旧市街ですね。昔の名前はトロイツカヤ旧市街です。で、トロイツカヤは何だかというと、日本語だと三位一体、キリスト教の言葉なんですよね。そう、三位一体だから、まあ、訳すと三位一体の旧市街。で、なんでそういう名前かというと、ちょっと2つの諸説があるんですけど、で、1つ目は昔はここで三位一体の公教会があったんですね。で、その後はなんか町もできたので同じような名前になった。で、2つ目の諸説は、昔はこの場所、このところの地理的な、ね、名前は三位一体の山ねという名前でしたね。で、その後はここでまた町できて、で、三位一体の町になりましたね。そういう諸説があります。面白いんですよね。じゃあもっと近くに行きましょう。ちなみにね、こういう遊びもありますよ。後ろ見ますか、あれ、カタマランと言うんですけど、ロシア語で、日本語で何というかな、なんとかのボート。楽しそうですね。そうです、今日はね、すごく晴れていて眩しいんですね。私の顔は変かもしれないです。ちなみにこの旧市街は昔郊外だったんですね。そう、ミンスクのセンターじゃなかったんですね。で、町ができた時にもうミンスク自体はもうあったんですけど、でもすごい石垣というか壁があったんですね、昔町には。で、この旧市街はその壁の外にありましたって感じですね。まあ郊外だったんですね、完全に。ちなみにここは自転車用の道路もありますね。便利です。まだちょっと寒かった時にここで走ってたんですよ、私、ジョギングしてた。でも夏になったら、まあ暖かくなったら、ここで人が増えて、で、ちょっと不便になったので、違う場所でジョギング始めましたね。また寒くなると、ここでまたやろうかな、多分人、また少なくなると思います。はい、皆さん、近くに着きました。で、町自体は、ここでね、トロイツカヤ旧市街は、12世紀から13世紀に設立されたんですね。もっと具体的に誰も知らないんですよね。で、この町はすごく商売が盛んでしたね。で、ここに住んでたのは商工業人とか商人たちとか軍人さんとか、あと農家なんですよね。偉い人はもうミンスクに住んでたんですね。なんか今日は暖かいんですけど、風が強いんですね。で、16世紀からここでミンスクの中で、まあミンスクの一部だからね、郊外だから、ここで一番でっかい市場がありましたね。で、今は市場の、まあ、跡とかないんですけど、でも前回の動画で劇場を見せたんじゃないですか。で、そこで公演がありましたよね。この動画なんですけど、まだ見てない方は。で、その公演はちょうど市場の場所でしたよ。そう、今はそこで公演なんですけど、昔は市場でしたね。で、公演の名前はちょうど三位一体の山です。なんで山なんでしょうね。全然山に見えないんですけど、まあでも昔は山だったかもしれないですね。走ってる人もいますね。ちなみに皆さん、今聞こえてるかどうかわからないんですけど、今教会から鐘の音聞こえてます。そこね。そこから毎日1時間ごと、そこから鐘の音聞こえますね。で、昔は一番最初からこちらにある家は、まあ、あった家は木造の家だったんですね。でも19世紀の前半に大きい火事があって、で、結局、ね、全部ほぼ全部燃えてしまいましたね。で、その後はどんどん新しい石造の建物や、まあ、家が出ていたんですよね。で、結局全部石造になりました。でも第二次世界大戦の時にまたほぼ全部の建物が、まあ、ミンスク自体はね、ほぼ完全に破壊されたので、で、この旧市街は1980年代と2000代に新しく修復されていたんですね。で、今はこんなに綺麗になりました。一番人気な観光スポットの一つになりました。
で、ここは今いろんなあの博物館もありますし、で、私は皆さんと一緒にちょっと本屋さんに行きたいと思います。なんかその本屋さんは、19世紀の雰囲気がまだある本屋です。まあ、そういうね、19世紀の雰囲気が再現されています。実はどうかな？じゃあ、入ってみたいと思います。で、ちなみに本屋の名前は、ダノカンですけど、あのベラルーシ語で。で、意味は、日本語だとリースかな？まあ、よくわからないので、ここに写真入れます。はい、これです。で、なんでこういう名前かというと、あのベラルーシでは、あの有名な、詩人がいますよね。あのマクシン・バグダノビチという人なんですけど、で、その人の詩の本の名前は、ちょうどヤノグです。そう、その詩の本にちなんだ、あの名前なんですよね。かわいい名前ですね。ここは入り口です。中に入ると階段があります。で、階段を上ると、こんなに素晴らしい雰囲気です。思ったよりちっちゃいんですけど、でもね、私はすごく気に入ってます。棚も古くて、実は本も古いんですよ。めちゃくちゃ古い本もあります。見てください。これ面白そうじゃないですか？私はこういう本が好きです。触れないのは残念ですけど。あとこれも面白かったんですよ。なんかちっちゃい、めちゃくちゃちっちゃい刺繍ですね。面白い、かわいい。で、また古い本ですね。ちなみにこういう古い本も売ってますよ。もう全部売ってます、ここにあるもので。もちろん古い本だけじゃなくて、普通の今の本もたくさんあります。お客さんも普通にいましたよ。でもこの本屋さんで私一番気に入った本はこちらです。これはなんかすごくびっくりしました。これはめちゃくちゃ古いんですよ。1979年に出た本ですよ。このページが一番面白いです。ソビエト連邦という国、ソ連邦の旅行事情とかビザについてとか書いてありますね。面白い。はい、皆さん、こんな感じでした。本屋さんはどうですか？なんか私にとってちょっと印象的でした。私は本が好きなので、で、なんかそういうなんか古い本を見ると、なんだろうね、ちょっとドキドキというか、説明難しい。なんかワーって感じになります。私はとても気に入りました。皆さんもし見つけたら、あの寄ってみてください。ちょっとなんか面白い雰囲気ですね。あと店員さんはすごく優しいんですよ、そこ。じゃあ皆さん、次はあの薬局に行きたいと思います。どっかここですね。あの、まあ、薬局は今でもやってるんですけど、昔もそこで薬局があって、で、昔の器具とか、あとなんかいろいろあるらしいんですね。それも見たいです。で、皆さんにも見せたいです。薬局はね、ちょっと本屋さんから離れてますよね。でももうほぼ着きました。ちなみに薬局はロシア語で、あとベラルーシ語でもアプティカと言います。で、ちょうどそこにあります。赤文字でアプティカと書いてありますね。じゃあそこに向かいます。入り口は違うところにありました。ちなみにこういう蛇は薬局を示していますよ。薬局のシンボルみたいな感じかな。中に入るとこういう模様がありますね。かわいいんですね。魚？ワニ？なんか面白い。で、薬局の中に入るとこんなにおしゃれですよ。なんかね、花瓶とかあって、で、ちょうどそこになんかね、昔の器具、なんかね、なんかあるんですよね、容器とか。そう、オイにもね、ありますね。で、このものはね、ちょっとオイにあるんですけど、なんか錬金術用の容器みたいなものなんですね。ちょっと形は面白いんです。皆さんどう思いますか？なんかたくさんありますね。面白いんですね。なんか博物館に来た感じですね、薬局じゃなくて。あ、皆さん、こんな感じでした。まあなんか見た目的に普通の薬局なんですけど、でもちょっとおしゃれなんですよね。まあ、あとやっぱりあの昔の器具とかもありましたよね。で、その器具のおかげでなんかね、雰囲気はちょっと違いますよね。あと匂いはすごく
なんだろうね、ハーブの匂いでしたよ、そこは。なんか普通の薬局に入るとなんか薬の匂いするんじゃないですか。そこに入るとちょっとハーブの匂いします。あと皆さん最後に見せたいのはこの像ですね。あの女の子なんですけど、女の子は袋を持っていますね。で袋は一つの翼で、あの女の子を守ってる。でもう一つの翼で、道を見せる。あと女の子はあの立ってるのはこういう葉っぱなんですけど、これは、日本語でちょっと辞書で調べたんですが、いろいろ出てきて一つ葉、まあ、また調べて字幕で書きますでここにトカゲもいます。ちょっと分かりづらいんですけど、でそれ全部意味があります。実は伝説があるんですけど、詩人に関わる伝説です。それはなんか人は詩人になったらここに来て自分の道を選ばないといけないんですね。自分にとって何が一番大事か選びますね。だから知恵を表しているフクロウか、ミューズである女性か、名声を表しているザンマイか、あるいは富やお金を表しているトカゲか、どっちか選ぶんですね。で、選んだものによって人生の道が変わります。はい、皆さんこんな感じです。どうでしたか？統一化へ旧市街気に入りましたか？気に入ったら嬉しいです。もう本当に素晴らしい場所です。もうこの旧市街自体はもうアートの作品だと思います。もう本当に綺麗です。皆さんはもし建築とか、まあ、あと普通に綺麗な場所が好きであれば行ってみてください。いつか。じゃあ皆さん今日はここまでです。もし動画少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。また会いましょう。パカパカ。いい一日になるように。 Thank you.